はい、こんにちは、ロキです。今日はですね、執着を手放すためにはまずは執着することという話をしていきたいと思います。このタイトルがですね、一見矛盾しているように感じると思うんですね。執着を手放すためにはまずは執着するということで、前の言葉と後ろの言葉が矛盾してますよね。執着を手放したいのになぜかまずは執着するということなんですよ。で、よくですね、執着を手放しましょうとか、執着するといいことが起きないとかね、そういう、メッセージがあると思うんですね。で、もちろん執着を手放すっていうことはすごく、いいことではあるんですよ。その言葉単体で聞くとね、すごくいい言葉なんですけど、多分この意味をね、勘違いして捉えられている方もいると思うので、ここの動画ではっきりとねさせていきたいなっていうふうに思うんですけれども、執着を手放すっていう状態っていうのは結論的にはいい状態ではあるんですね。どういうことかっていうと、例えばお腹が空きましたと、でお腹が空いて、ご飯が食べたいというところに例えば執着したとしますよね。で、そのご飯を食べるまではそのご飯を食べたいっていう思いっていうのは消えないわけですよね。で、この執着っていう言葉の意味なんですけどね、執着っていうのはあるもの、ことに強く惹かれ深く思い込んでどうしても忘れきれないことっていうことが定義されてるんですね。で、要するにご飯が食べたいっていうふうに思うと、お腹が空いたと、でご飯が食べたいなって思い出したら、当然お腹が空けば空くほどその思いっていうのは強くなりますよね。で、忘れることっていうのはできないわけなんですよ。なぜならもうお腹が減ってるわけですから、もう自分の意思とは関係なくご飯を求めてしまってるわけですよね。まさに執着している状態なんですよ。ご飯が食べたい食べたい食べたいってなればなるほど、1日過ぎました、2日食べました、3日過ぎましたってね、時間が過ぎれば過ぎるほどね、ご飯を食べたいっていう考えしかもう頭からねなくなるわけですよ。それ以外のことはもうどうでもいいと、とにかく本当に、お米ね、ご飯1杯でもいいし、もう本当におにぎり1個でもいいから、とにかく何か口に入れたいっていう思いでものすごい執着するわけですよね。要はご飯が食べたいってことに思い切り執着してるわけなんですよ。で、この執着を手放すためにはご飯を食べなければその執着は消えないんですよね。要はお腹を満たさないとご飯が食べたいっていう思いは消えないんですよ。それはもう想像してもらうとね、明らかだと思うんですけど、じゃあそのご飯を食べたいっていう執着を手放すためにはまずはご飯を食べるということに執着してるわけですよね。そしてご飯を探すってことをするわけなんですよ。ご飯が食べたいって思ったからご飯を探すっていう行動に出たりとか、ご飯を食べるためにはどうすればいいんだろうっていうふうに考えたりとか、あらゆる、手段を使ってそこに執着一旦するわけですよね。そして結果的にご飯が食べれた時にその執着心っていうのは消えるわけなんですよ。これは一時的な話になるんですけど、またお腹が空けば同じようにね、ご飯を食べたいってことに執着するわけなんですよね。だから、さっき言った通り、この執着を手放す状態、素晴らしいことなんですね。要はお腹が減ってない状態ってことですね。飢餓で苦しむっていうことがない状態なわけですよ。ご飯っていうことで例えればね、今の僕たちの日本のこの状態で言うと、これはすでに手放されてる執着ですよね。なぜなら本当にね、日本の中で飢餓が起こる可能性っていうのは限りなく少ないわけですよね。毎日毎日最低でもね、今日食べるご飯、明日食べるご飯っていうのはもう確保されてる状態ですよね。明らかにそこの心配をする必要がないから、ご飯を明日食べられるかわからないっていう執着してる状態を手放せてるわけですよね。
わかりますかね。すでに僕たちはご飯を食べられるっていうね、環境が当たり前にあるから、だからご飯を食べたいっていう執着をそこまでね、執着しなくてももう満たせるような状態になってるわけですよ。要するに執着はそこまでしてないってことですよね。明日食べられなかったらどうしようって考えることはしてないわけです。つまりそこに深く思い込んだりとかね、ご飯が食べたいんだ、食べられなかったらどうしようとかっていう強い思いっていうのは基本的にはないわけですよね。でこれがまあ時代が変わって、まあ、例えば戦時中だったりとか、もっとそれよりも前とかね、本当に日本がまだここまでね、経済成長する前ですよね。っていうのは本当にご飯が食べたくても食べられない時期があったわけですよ。国単位でそんなに裕福でもなくて貧しくてね、もうただ本当に毎日ね、お腹いっぱいご飯が食べられればいいんだっていう、そこに執着してたわけですよね。うん、そこの部分で夢、願望ですよね。要するに毎日美味しいご飯が食べられればなっていうふうに、そこのご飯っていうものに対してものすごく強い思い込みと深い夢っていうんですかね、毎日毎日そういうことを考えてた、つまり執着していたってことなんですよ。ただ時代が変わって、その執着、まあ、願望っていうのは叶えられたわけですよね。その昔の人たちが、先人たちが思っていた夢、願望っていうのは今もう叶ってるわけなんですよ。要するにその状態っていうのはね、思考が現実化したわけですよね、ある意味で。うん、でこういうふうに考えていくと、身近なところで考えていくとね、すごく分かりやすいんですよ。執着を手放すには、まず執着して、でそれを手に入れて満たすってことなんですよね。で人間の欲望っていうのはもう本当に、まあ、計り知れないものがあるんですね。でその欲望っていうのは成長過程によって変わってくるんですよ。まあ、例えばご飯が食べたいっていうふうにね、本当に今では満たされてしまっているね、欲望ありますよね。まあ、三大欲求ってありますけど、あれが一番根源的な欲求ですよね。食欲、性欲、睡眠欲ってありますけど、でそのうちの一つじゃないですか、食欲っていうのはね。で、まあ、睡眠欲、ちゃんとした睡眠が取りたい、要は安心して眠れる状態ですよね。まあアマゾンなんかにいたらね、いつ動物に襲われるかもわからない状態で寝なければいけないとか、本当に戦争中だったらね、いつ空襲が来るのかわからないとかね、まあ、そういう危険な状態が あったわけですよね。まあアマゾンだったらちょっと想像してもらえばわかるんですけど、もういつライオンに食べられるかもわからないとか、でもそういう状態ではもう日本はすでにないですよね。まあ、ちょっと前にね、なんかミサイルが飛んできたりとかっていうことありましたけど、あの時っていうのはすごいみんなやっぱり執着したわけですよ。飛んでこないでくれ、飛んでこないでくれ、落ちないでくれってね、一部の人は思ったと思うんですよね。本当にそれが来るって思って信じてた人はね。でも基本的に今日本っていうのはそういったものっていうのはないわけですよね。安全に寝れますと、まあ、本来動物で言ったらね、生存っていうことに対してやっぱり動物、オスとメスがね、交尾をしているときに、いきなりね、何か危険が迫ってきてとか、まあ、あとはその一匹のね、メスを奪い合うために、二頭のね、オスがもう本当に命を懸けてね、戦ってるわけですよ。今でもそうですよね、それは。でも今、じゃあどうですかと。日本で考えたときに、そういうこと起きてますかってことなんですよ。まあ、厳密に言うとごく一部でね、そういう異性の取り合いっていうのが起きてるかもしれないですけど、この性欲を満たすっていう部分で言ったら、基本的にみんなが満たそうとすれば満たせるような状態にはなってますよね、世の中を見れば。だからこの三大欲求っていうのはもうすでにもう十分満たされるような時代になってるわけなんですよ。歴史を昔に振り返ってみて、昔と今を比較したら十分満たしきれるような時代になってきてるんですね。それが安全に満たせると。だからそこに対する、執着っていうのも昔ほどではないというか、薄れてきてるわけなんですよ。要するに執着が徐々に手放せされてきてるということになるんですね。いろいろなね、問題があって満たしきれないっていう人もいるかもしれないですけど、でも時代的にはね、すごい満たしやすくなってると思うんですよ。マチコンがあったりとか、まあ、SNS だって普及してますしね。人に出会おうとすればいくらでも出会えると、昔だったらね、本当にもう田舎の集落でね、そこの田舎の
村の中でしかね、人と出会うことができなくて、ものすごい限られた人間関係の中でそういった恋愛っていうのを発展させるとかね、すごく難しい状況にあったはずなんですよね。でも今世界にそれが発信できるわけですよね。下手したら別に海外の人とね付き合って結婚するってこともできるような世の中なわけじゃないですか。だからそういう意味でものすごく満たしやすくなってるわけですよね、で今までっていうのはやっぱりそういった、時代がね本当に100年前とか考えれば今と100年前比べたらね全く違う時代になってるし、そもそも食欲とかねもう睡眠欲自体は本当に安心して満たせるような状況じゃなかったわけですよね、もう100年前というかね、戦時中をね、考えてもらえば分かるんですけど、もうそこ満たしたくてしょうがなかったわけですよ。まずは食べることと寝ることですよね。もう生きていくっていうことを考えたら、そこを何とかして満たしたいと、安全に満たしたいという欲望があって、それが今満たされて結局その欲望っていうのは薄れて、ほとんどの人が手放せるようになってきてるわけなんですね。で、なんでじゃあこの執着っていうねことを先にもう手放しましょうみたいなね、メッセージが広がっているかっていうと、それは夢や目標っていうのがねものすごく難しくなってるからなんですよ。夢や目標っていうのが昔に比べてね多岐にわたってものすごくね複雑になってるからなんですよね。その夢目標を達成するっていうのが昔ほど簡単じゃないんですよ。簡単じゃなくなってるんですね。だから結局その夢目標を叶えようっていうふうにチャレンジした時に脱落する人が出てくるんですよね、確実に。わかりますかね。例えばですけど、オリンピック考えてもらえばね、例で例えるとオリンピックって金メダルって1人しか取れないですよね。で銀メダルも1人しか取れない、で銅メダルも1人しか取れないですよね、としますよね。そしたら3人しかねメダル取ることできないわけですよ、簡単に言えばですよ。厳密に言うともっと枚数ってあるかもしれないですけど、3個しか取れないわけですよね。でもそこに向かってめちゃくちゃ頑張るわけですよ、アスリートの人たちはね。その3枚のメダルに対してもう何人のね、メダルを目指してる人たちがもう本当に死ぬ気で頑張ってるのかってことなんですよ。でそんだけ頑張っても結局3つしか取れるパイがないってなったら、取れる人は3ついますけど、それ以外の人は全員脱落するわけなんですよね。で夢目標っていうのも実はこれに似てるんですよ、今の夢目標ですよ。ものすごくやっぱり複雑になってるんですよね、個人個人の夢とか目標っていうのが。やっぱり昔のねその食べるものが食べたいとか寝るところに寝たいとかっていう夢目標願望よりもちょっと高度になってるわけなんですよね。例えばお金持ちになるっていうのも実は少し高度な夢目標だったりするんですよね。なぜなら人間の欲求って三大欲求っていうのが満たされてしまえば、それ以上のお金を稼ぐ理由って基本的には人間にはないんですよ。根本的な性欲、食欲、睡眠欲が満たされちゃえば、それ以上にだって稼ぐ理由が基本的にないじゃないですか。自分で作り出さなきゃいけなくなるんですね、そこから先の夢目標とかっていうのはね。でもすでにその三大欲求ってのはもうすでにもうある程度満たされるような世の中になっているということは、それ以外の夢目標を多分持ってるはずなんですよ、皆さんね。今のこの時代でご飯がね、本当に明日もちゃんとご飯が食べられるようになりたいって思ってる方もいるかもしれないですけど、もうごくわずかですよね。明日本当に寝るところがちゃんと確保できるようになりたいってね思ってる方もおそらくごくわずかだと思うんですよね。本当にそういう欲望がある程度満たされるようになってきてるわけなんですよ。ということはその三大欲求も無意識に湧き上がってくるような欲求ですよね。そういった欲求以外のことが願望とか夢になってる可能性非常に高いんですよね。非常に高いはずなんですよ。それ叶えなくても別に今生きていけるでしょっていうような願望とか夢になってるはずなんですよね、おそらく。ということはその夢や願望っていうのは自分が本当にその夢や願望を叶えるんだっていうふうに強く思ってなければ叶うはずがないんですよね。叶うはずがないんですよ、そもそも。だから難しいんですよ。
自分の本当に望んでいるような、本当に根源的にね、生態的に望んでいるような食欲とか性欲とか睡眠欲とか、それ以外のことを夢願望に持つってことは、やっぱり自分のやっぱり強い思い、要は執着が必要になるってことなんですよね。執着がなければ、そこを満たすことできないんですよ、まず。で、さらに、夢やね、目標っていうのが高度、難易度が上がっているからっていう側面もあるから、だから当然、達成できる人と達成できない人は当然出てきますよね。100人いたら100人が全員ね、その夢や目標を達成できますっていう話は世の中にあり得ないわけですよ。必ず金メダル、銀メダル、銅メダルを取って、残りの人っていうのはね、メダルを取れないと、夢や願望を取れないっていう人が出てくるわけなんですよ。これは本当にもう世界でナンバーワンのコーチにコーチングを受けたとしても絶対そうなんですね。みんながみんなじゃあ全員が夢願望を達成できましたなんていうね、そんな事例世の中にありませんし、100%ないんですよ。なんでかっていうと難しいからですよね。夢願望が複雑化して多岐にわたってるから、その夢願望自体の質もね、難しくなってるっていうのもあるし、根源的な欲求からはかけ離れた目標だったり夢になっている可能性は高いからなんですよね。だって、ものすごい豪邸に住みたいっていう夢があったとして、ね、そこに確固たる理由がなかったらやる意味がないですよね。だってもうすでに家住めてるわけですから。すでに雨風がしのげる家に住んでいて、ぶっちゃけ今の状態が居心地がいいって潜在意識は思っちゃってるわけですよ。なんだかんだ言って今住んでる家に愛着もあるでしょうし、なんだかんだ言ってね、今住んでるってことは、どんなに嫌だとか思っててもね、どんなにその家がもうなんかここに問題があってとかって思ってたとしても住んでるわけですよね。住んでるってことはどこかでそこに安心感を持ってるんですよ。じゃあそこの家なくなったらどうですかって考えた時に不安が訪れるはずなんですよね。じゃあ家をなくしてね、じゃあ外に住んでくださいって言われた瞬間に絶対に不安や恐怖に襲われるはずなんで、今文句を言ってたとしてもそこに住んでるってことは何らかしらの原因でそこに安心安定があるからですよね。間違いなく。ってことは、そこが居心地がいいってある程度感じてるからいるんですよ、そこに。本当に居心地が悪かったら出ますから、人間は。誰に止められても出るんで。間違いなく、もうそこ、借金してでもそこ外に出てるはずなんですよ。お金が問題ですって言ったとしても、本当に嫌ならね。例えばそこにいたらなんか、通り魔がいて、本当に殺されるかもしれませんって言われたら出るんですよ、どんなことがあってもね。そういう危険性があれば出るんですよ。明日そういう人が来るとかね。例えば、明日、借金取りが家に来てね、あなたの命を奪おうとしてますと言ったら、借金しようが何しようが出ますよね。絶対出ますよね。そのまま居続けますって言う人いないと思うんですよね。答え出てるんですよ。そこに、ね、なんだかんだ言っても安心安定があるんですよ。どんなに文句を言ってもね。だから、その家を出ようとしないんですね。だけど、じゃあ、豪邸に住みますってなった時に、じゃあ、豪邸に住む理由って何ですかってことなんですよ。その安心安定を捨ててまで、じゃあ、その豪邸を手に入れる理由って明確にあるんですかってことですよね。おそらく、ほとんどの人がないわけですよね。明確に考えていくと、なんで自分はそこに住みたいんだろうってなるんですよ。で、その思いが強ければ強いほど、執着してれば執着してるほど、そこに住めるんですよ。住める可能性っていうのが広がっていくんですよね。その執着心、要はもう豪邸に自分は住むんだって思った時に、明確な理由がなくて、明確な理由というか、今の家をね、捨ててでもその豪邸に住むんだっていう何か強い執着心がなかったら、叶うわけありませんよね。叶わないんですよ。物理的にというか、無理なんですよ。叶わないんですね。だから執着しなきゃいけないんですよ。実はそこを手に入れるために。その欲望があるんであれば、本質的なね、欲望っていうのがそこに本当にあるならば、ね、一回そこに執着しなきゃダメなんですよ。執着して満たさないと、その欲望って消えないんですよね。一回そこの豪邸に住まなければ、ああ、豪邸に住みたかったなーっていう思いって消えないんですよ。だから、ちょっとね、やっぱ難しくはなってるんですよ。その夢を叶えるっていうのは、ね、潜在意識的にね、もうご飯を食べたいっていう欲求に比べたらね、
やっぱり弱いんですよね、ちょっと弱いわけですよ、若干。その本当にそこにもうご飯食べたいのに理由ないですよね。無意識的にもうご飯食べなきゃ、まあ、死がかかってるからですね。要は本能的に人間が死ぬから、ご飯食べないと死ぬから、別に頭で考えなくても食べたいっていう欲望が起きるわけじゃないですか、うん、でご飯が食べられないってなると自動的に執着するわけですよね。そこに絶対執着しますよね。何が何でもご飯食べるって気持ちになるじゃないですか。だからご飯を探したり、ご飯をね手に入れるためにどうするかって考えたりとか、もう必死こいてやるわけですよ、命がかかってるから。でもじゃあ豪邸に住みますってなった時に、そこまでの執着心持てますかって考えたら持てないですよね。なぜなら DNA とかね、そういう潜在的な部分で言って、生態的にもそうですけど、人間の欲望っていうのはそこにもうね、食べるとかっていうこと、寝るとかっていうねことほど強い執着が生まれないようになってますから、うん、ってことはじゃあどこでそこを強く保つのって言ったら、執着心しかもうないですよね。自分の意思とか、あそこを達成するんだっていう思い、要は執着、もう一回復習しますけど、執着ってどういうことなのって言ったら、あるもの、あることに強く惹かれ、深く思い込んでどうしても忘れきれない状態ですよね。だから夢願望を達成するんだって思うってことじゃないですか。執着するんですよ。その時点でも執着してるってことですからね。夢願望を達成するんだって心に誓って、それをじゃあ毎日毎日ね思ってるってことは、もうそれイコールすなわち執着なんですよ。わかりますか。だから例えば引き寄せの法則で、まあ僕は一時ね執着を手放した方がいいっていう話もしたんですけど、それはあくまでも執着しすぎてね、そこを考えすぎてネガティブになっちゃう場合に、一時的にそれを忘れましょうねって意味ですよ。わかりますか。もうそのことばっかり考えちゃってね、じゃあ要は目標を達成したいって考えた時に、なんかいろんな不安とか恐怖が出てくるじゃないですか、うん、でその恐怖とか不安を手放しましょう。その執着、ネガティブな執着を捨ててくださいってことですからね。それは目標達成のために邪魔だからね、その恐怖とか不安は手放しましょう、その執着は手放しましょうっていう意味ですよ。そもそも目的目標を手放す、執着するなってことじゃないですからね。目的とか目標には執着しないとね、達成する強い思いがないと忘れちゃうんですよ、人間っていうのは。食べたいとか寝たいとか性欲満たしたいみたいに自動的に自分がもう意識とか考えなくても勝手に出てくるものとは違うんですよ、夢とか目標が。もうすでにね、もうその三大欲求っていうのはある程度もう満たされてる、満たせるような時代になってるわけですよね、もうすでに、うん、でそれ以上の、それ以外の何か、その三大欲求以外の欲望、欲求っていうのはじゃあ何でねサポートされるのかっていうと、自分の執着心でしかないわけですよね、うん、自分がそのものに強く惹かれて深く思い込んで、どうしてもそれは達成したいって思う気持ちしかもうないじゃないですか。それがなかったらその夢、目標、願望消えますからね。雲のようにつかみ取れない、もう本当にもう忘れてなんか別のことをやりだしたりとかね、まあ、別に忘れることは忘れるでいいんですよ。本当に本心で、あこれちょっとやっぱり夢目標自分でこうやってたけど、でもこっちじゃなくて、まあ、こっちだったなって新しい夢目標が出てきたりとか、それ本当に諦めるって意味じゃないですよ。諦めるっていうことで手放すとかじゃなくて、本当に心から気づいて、あそっちじゃなかったんだと、うん、でもしかしたらこっちかもしれないっていう風な夢願望を変更するってことは別にいいんですよ。自由なんですね、うん、だけどその執着心を持ってとにかくひたすら行動して、あの一回やってみるってことをやんないとダメってことなんですよ。本当の意味で手放すことはできないんですよね。お金を稼ぎたいっていうのがね、まあ、もし夢だとしますよね。年収1000万が夢ですとか、年収2000万が夢ですとかね、そういう状態だったとするじゃないですか。そしたらその年収1000万、年収2000万に向かってひたすら執着するとき、そういう時期がないとね、もう手放すことだって無理なんですよ。
一生そのね、ああ自分はね年収1000万とか2000万稼ぎたいって思ってたなっていう気持ちって消えないんですよ。なぜなら満たしてないから、執着して満たそうとしてないから。うん、人間の欲望って本当に満たして次のステージに行くんですよね。まあ感情とも言いますけどね、その自分のステージありますよね。あの自分のステージの欲望っていうのを満たしたら次のステージに行けるんですよ。でその次のステージの欲望っていうのを満たしたらそのさらに上のステージに行けるようになってるんですね。で一個ずつ手放していくようになってるんですよ。その条件っていうのはもう満たすっていうのが条件なんですね。うん、その感情を手に入れる、その状態を手に入れて満たすっていうのが条件です。満たした後に自動的に執着が手放されるっていうのが正解なんですよ。だから最初からその執着を手放しましょうっていうのは夢願望を放棄しましょうって言ってるのと同じなんですよね。わかりますか？夢願望は諦めてくださいと、ね、で現状維持をしてくださいと言ってるのもんなんですよ。だからなんか願望を叶えるためにその夢願望に対する執着をそのものを手放すっていうのはもう間違えていて、うん、で夢願望を叶えるために進んでいて、ね、ネガティブなこと不安なこと恐怖なことがあったらその感情をうまくね手放すようにするっていうのはまあ正解ですよね。だってなぜならそれいらないですよね。夢願望を達成するためにネガティブになってたら達成できないですから、まあ、確かに世の中にはネガティブもポジティブも存在しますよ。うん、ネガティブな部分、ポジティブな部分って両方存在して、まあ一つのね、物事になって存在してますけど、じゃあ夢願望もね、掲げた時に行動していって、じゃあネガティブな方を全部選択して、ね、夢叶うと思いますかってことですよね。明らかにポジティブに解釈を変えていって、ね、自分の心とか気持ちっていうのを夢目標の方に向かわせていった人しか叶うことできないんですよ。ずーっとね、じゃあ、夢願望は叶いませんってネガティブな方って毎日やってて叶うんですかってことです。物事っていうのは極端に考えれば答えすぐ出るんですよ。曖昧に考えるから答えがわからなくなるんですね。極端に考えてみてください。ポジティブに夢目標に向かっている人、夢目標に対してネガティブな人、どっちが成功しますかってことです。明らかにポジティブな人ですよね。だけど人間だからね、ずっとポジティブでいられるってことはまずないわけですよね。現実を見れば嫌なことも起きるし、不安なことだってあるし、恐怖なことだって起きるし、でその感情を感じないようにしてくださいって言ってるわけじゃないんですよ。その感情を感じたとしてもね、感じたとしてもその感情を受け止めて、でだけど執着心手放しちゃいけないんですよ。執着心を手放さずにその目標とした、まあ、例えば日本からね、アメリカまでね、飛行機で行きたいって決めたとするじゃないですか。そしたら途中でね、ものすごい天候が悪くなって、ものすごい飛行機の中が揺れたりとか、もしかしたらね、雷が落ちてくるかもしれないとかね、いろんな恐怖とか不安が来るかもしれないけど、じゃあそこで日本に戻りますってやってたらダメですってこと言ってるんですよ。いや、そういうことが起きたとしても、いや、このまま進めばね、絶対にアメリカにたどり着けるはずだって、これポジティブに捉えてるってことじゃないですか。もしかしたら、ね、雷が落ちるかもしれない。ね。で、もしかしたら雷が落ちてみんな死んじゃうかもしれないっていう。うん、そう、可能性である、あるかもしれないですね。だけど、それを考えて、じゃあ、やっぱりやめたって戻るのか、それとも、いや、でも、ここまで来たらね、結局、日本に戻るのも、アメリカに行くのも、結局は同じことだから、どうせ飛んでいかなきゃいけないわけだしね。だったら、もう、ここまで来たんだから、もうアメリカまで行こうと。ね。もう自分たちの目的地まで行くんだっていうふうに決めた瞬間に、ポジティブもネガティブも存在してますけど、自分がアメリカに行くっていうポジティブな選択を取ったわけですよね。そのことによって明らかに夢目標に近づくわけですよ。そうじゃないですか？うん。だから、ね、これ本当に難しいんですよね。これ伝える、概念として伝えるのはものすごく難しいんですよ。なぜなら、やっぱり言葉の表面を捉えるからですよね。人っていうのは。そこの内側のね、意味まで深く考えようとかはやっぱりしないので。うん、だから、執着を手放したいんだったら、まずは執着することです。まずは、そこに強く思いを描いて、お金を稼ぎたいなら、まあ、絶対に自分はお金稼ぐんだと。うん。でもそれも忘れられないから、もうどう考えてもね、自分はお金を稼がなければ、
稼ぎたいんだと。で、稼いでね、こんな夢や目標を達成してやりたいんだっていうふうに強く強く執着して、そこに向かって行動しない限り、そこを満たすことっていうのはまず無理ですよね。なぜ無理かっていうのはさっき説明しましたよね。強い思いがなかったら僕たちはね、現状を維持するんですよ。うん。結局居心地のいい今の状態に戻るんですよね。で、すでにもうある程度の欲望を満たされてるから、それ以上の欲望って叶える必要がないわけですよ、本質的に言ったらね。だから叶える理由がないことにはやっぱり動かないので、潜在意識もね。だから自分の潜在意識に分からせる必要があるんですよ、あるんですよ。執着心っていうものを持って、あ、これを絶対に自分は達成するんだ、絶対何が何でも僕はこれをやるんだっていうふうに執着することによって、執着のエネルギーを使ってね、まあもちろんその技法っていうのはいろいろありますよ。ね、潜在意識に分からせる技法っていうのはいろいろ、まあまた別でありますけど、根本的には執着心がなかったら、その夢目標をつかむことっていうのはまず無理ですと。で、じゃあ、執着を手放せば願望が引き寄せられるっていう話ありますけど、じゃあ夢を忘れるんですかってことですよね。執着の意味っていうのは、あるもの、ことに強く惹かれ、深く思い込んでどうしても忘れきれないことなわけですよ。それ夢じゃないですか。だって忘れられないんですよ、いつまでも。その人とどうにかね、うまくやりたいとかね、お金を稼ぎたいっていうふうに思ったことを、じゃあ忘れてくださいと。その何も達成してない状態で、何もチャレンジしてない状態で、じゃあそれを忘れたら叶うんですかってこと。叶うわけないですよ。もう絶対無理ですよね。 100% 無理ですよ。うん、無理に決まってるんですよね。うん、夢目標を達成するために出てくるネガティブとか不安なものとか、そういうものはね、その側面をもちろん見ちゃうのは見ちゃいますよ。見るなってことを言ってるわけじゃなく、見ちゃうのは仕方がないんです。人間だから絶対にそれは感じるんですよ。それはお釈迦様だって、あの真理をね、もう悟りを開いたお釈迦様だって感じてたんですよ。絶対に人間だから見ちゃいますよ。だってネガティブなことを見たらネガティブだって感じますもん、絶対。だけどその感じた後にどう対処するかが大事ですよってことを僕は言いたいんですね。で、執着と願望をね、夢願望を達成するために、引き寄せるために執着を手放しましょう。じゃあそもそもそれってイコールそこの夢とか願望をね、深く思い込むってことをやめましょうってことですよね。イコールつまり夢願望をもう忘れてくださいって言ってるのと同じなんですよ、それは意味的に。で、一番簡単なポイントです。じゃあ夢、そのね、夢とか願望、執着を忘れましょうって言っている本人がね、めちゃめちゃやってますから、めちゃくちゃそこに執着してるしね、半端じゃなくお金とかに絶対執着してるんですよ。うん、お金とかにも絶対、まあいい意味でも、もうそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、悪いって言ってるんじゃないですか。いいんですよ、別にお金執着することは。でもお金に執着してるのに、人がね、お金になんて言うんでしょうね、お金を稼ぐことを忘れましょうっていうのは、矛盾してますよねってことなんですよ。矛盾ですよね、完全に。明らかに矛盾なんですよね。うん。だから執着しなければ願望が叶いますっていうのは、そうじゃなくて、願望を叶えた人は執着が手放されますが正解ですよね。そうなんですよ。だから、その最初から願望とか執着をしないっていう選択をしちゃうと、人はそもそも自分がやりたかったこととか、そういうのをね、忘れちゃうんですよ。うん。で、その執着をやめたら、結局、あ、そっちが正しいんだ、信じなきゃいけないんだってみんな思いますよね。執着しなければいいんだって。そうすると願望が叶うんだって思うと、じゃあお金持ちになるのとか、まず思えないですよね。だって辛いから、お金持ちになろうとした時に、お金稼ぐのってすごい難しいですよね。難しいというか、いろんな未知の体験しなきゃいけないし、怖いじゃないですか。で、そういうのをやっぱり人間っていうのは、どっかで分かってますから、お金を自分で稼ぐってことはなんか危険なことが待ってる、要は今までとはちょっと違うような人生になるってことを薄々気づいてますから、じゃあそのね、恐怖心のにつけ込まれるわけですよ。要は、ああそっか、じゃあ自分はこの夢とか願望、思えば思うほど叶わなくて、じゃあ手放せばいいんだって、手放しますよね。手放したらどうなるかっていうと、人間忘れるんですよ。忘れていいんだってことですから、考えなくていいんだってことですね。
じゃあ考えなくなりますよね。じゃあ考えなくなるとどうしますかってことになるんですけど、考えないと現状維持が続くってことなんですよ。現状で満足するような世界が待ってるってことです。現状で満足するように、まあ、確かにそれも幸せなことなんですよ。それで幸せなワークって、まあ、もうあるんですよ。そういう現状を満足して、現状に感謝してとかね、すごく大事なことです。大事なことなんですけど、夢目標がなくなって現状維持の状態でその状態を続けて満足しましょうっていう話なんで、じゃあ夢願望って叶わないじゃないですかって話ですよね。いやでもその夢とか願望は本当の夢とか願望じゃない可能性がありますって言われても、いや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 、それはその人それぞれの価値観だしね、その人が夢だって思ったら夢なんですよ。うん、じゃないですか。だって本人が決めることですよね。だってそれは夢願望っていうのは、うん、だから正解は執着するんですよ。最初はいきなり最初からこうなりたいって思って、例えばね、 AKB のねメンバーに加わりたいって願望があったとするじゃないですか。で、じゃあそれを叶えるときに、じゃあいきなりね、じゃあその AKB にメンバーに入りたいっていう目標を手放しましょうって、執着するのはやめましょうって言われたら、いやいや元も子もないですよね。じゃあそれなるなって言ってるようなもんですから、うん、いきなり言われたらですよ。だ本人がその中で頑張ってますと、めちゃくちゃオーディションも受けたりとか、めちゃくちゃ行動もしてるんですとね、ものすごい頑張ってて、だけどなんかちょっと慣れなそうですってネガティブになったとしますよね。あ、ちょっと無理かもしれないですと、うん、でそういう時はそのネガティブな感情、出てきてる感情を忘れる、うん、一旦ね、一旦その執着を一旦手放すっていうかね、うん、でやるべきことに集中する。要はその AKB になれたっていう結果がありますよね、うん、結果が叶ってないから今ネガティブになってるわけですよね、うん、でそこにその思い、そのネガティブなサイクルに入っちゃってるから、そのサイクルを一旦切るためにね、その状態思考っていうのを少し手放してくださいというのはありますよ、うん、その思考回路、思考パターンを手放しましょうということですよ。もうちょっとポジティブに考えられるように、じゃあ今の作業に集中してくださいとかね、今ね、どうしてもそうやって考えちゃうとネガティブなねサイクルになって行動もできなくなっちゃうから、だからその思いっていうのは一旦ちょっと置いておいてね、今できることね、例えばダイエットしましょうとか、ダンスレッスンをねもうちょっとじゃあね一生懸命やってみましょうとか、そのやってることに集中しましょう、意識を向けましょうってことを言ってるわけなんです。僕が言ってるその執着を手放すっていうのはね、決してその AKB になることを諦めましょうね、AKB になるっていう目標とか夢を手放しましょうっていうのとは違うんですよ。意味が全然違うんですよね、うん、だからもう本当に間違いないでくださいね。執着や何かをね、執着を手放したときに、引き寄せられる、これ違いますから、執着しまくるんですよね。最初は執着してめちゃめちゃそこに向かうんですよ。向かって手に入れたら結果的に執着は手放されます。まあ、これが正解です、うん、よく考えてくださいね。この動画を見てよくこの意味をね繰り返し見ると腑に落ちてきますから、もう何度も何度も繰り返し見ていただいて、うん、確かにお金持ちな人はお金がありふれてますから執着がないんですよ、お金に対して、ね、お金持ちの人っていうのはものすごいお金を持ってるから執着がないんですね。で、僕たちはご飯がもう食べれる状態だから、そこまでご飯食べたいっていうね、ご飯が食べられないどうしようっていう執着心はもうないわけですよ。お腹減ったはありますよ。だけど今日何食べようかなってすぐ満たせるわけじゃないですか。だからそこまでの執着はないわけですよね、うん、要はそのレベルの執着心は手放してるわけですよ、もうすでに。だそれなんでかって言ったら満たしてるからですよね。ありふれてるからそこに執着しなくなるわけですよね。よく酸素の例えしますけど、空気中の酸素がなくなりそうだったら執着するんですよ。あと10回しか呼吸ができない、どうしようってなるわけですよね。その思いが頭からもう離れなくなるわけですよね。だけど空気がもうありふれてるから空気吸わなきゃいけないとかって強く思ったりしないですよね。思い込んで忘れられないなんてことないですよね。つまり執着してないですよね。結果論として、ね、
執着を手放せるっていうだけであって、最初はみんな執着してるんですよ。うん、執着をね、手放しましょうって言ってる人ですら、最初は絶対執着したんですよ、お金に。お金にめちゃめちゃ執着する時期があって、ね、お金を手に入れたからそれを言ってるだけであって、勘違いしちゃダメですよ。お金がないのにもかかわらず、ね、執着しないなんていうのは絶対ありえないので、 100% ありえないですよ、うん、絶対ありえないです。一時的に執着した時期があるんですよ。執着しまくってしまくって、もう手に入れたいって思いがあって今手に入ってるはずなんですね、うん、でその結果手放せたから、そのね、手放せた後の話をしてるだけなんで、みんなね。でそこに紛らわされちゃダメです。どうしてもそう考えた方が楽ですしね。どうしてもそういうふうに考えた方がなんか今の現状安心するじゃないですか、うん、だけどそこに夢願望達成はまずありえないので、絶対にありえないから、もうそこはもう最初は執着してください。達成するために、その願望を手放すために思いっきり執着して、思いっきりそこにのめり込んで、思いっきり集中して、思いっきりね、本気で やって、それで初めてね、手に入るかどうかっていう世界ですから、うん、それぐらいの気持ちで今達成しようとしてること、うん、願望だったりとか目標とかもそうですけど、それぐらいの覚悟でやってみてください、うん、世の中には本当にね、癒しみたいなメッセージありますよ。すごく大事だと思います。僕もやってますよ、癒し、自分に対する癒しね、感謝だったりとか 愛だったりとか、そういうのもものすごいやっぱ大事なんですね。だけどそれだけになってしまうと、じゃあ夢目標ってね、達成できるんですか、それだけで。無理ですから、絶対無理です。それもやりつつ、癒し、愛、これも大事だから、それも入れつつ、だけど夢目標、叶えたいことへの執着っていうのも持たないと無理ですから、そこにたどり着けるわけないんですよね。うん、この話をちょっと今日ね、長くなりましたけど、まあ、執着を手放すためにはまずは執着することということで、一見矛盾したような話に聞こえるかもしれないですけど、確信をついている話なので、もう何回も何回も聞いてもらって腑に落としてもらえればなというふうに思います。はい、今回はこれで動画を終わりになります。もしこの動画で何かいい気づきになったよということであれば、グッドボタンを押して応援していただけると幸いです。でチャンネル登録いただくと、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。でメルマガ登録いただくと、僕と直接メッセージもやり取りできますので、動画の下記のメルマガ登録ぜひよろしくお願いします。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。